ですよ。じゃあ降りますっていう時はどうするの？危ないよね。多分スマホとかで撮ってたらカバンも持っていかれるし。確かに。はい、留学の扉の花です。アリペイです。はい、今日はですねジプニーについてのねちょっとお話をしていきたいんですけど、はい、先に言わせてもらうんですけど絶対に乗らないでください。乗らないで？うん。なんで？おすすめしません。おすすめしない。いや、まず語学学校は基本的に禁止なんですよ。禁止しますね。なんですけど今日は特別に、はい、特別にジプニーのこと教えちゃいます。教えましょう。はい、じゃあそれでは本編に行ってみましょう。豪華特典プレゼント中。受け取り方法は概要欄をチェック。 SM シティ始まりましたね。めちゃくちゃ水売ってるし、ね、水売ってんの？え、これ水売ってるんですか？これは水売ってるんですよ。え、このちょっと待ってこのそこ止める全然止めるとこじゃないでしょ赤と青のやつ。赤と青はこれは水売ってるんですよ。え、大きくない水？いや、普通のよくあるペットボトルサイズえ、でこの手前のおばちゃんが売ってるんですか？おばちゃんが売ってる。はあ、なるほどね。このジプニーに乗る前 に買っときなよ。そうそう。でもこんな暑い中で、うん、このペットボトルだからもう多分ね常温やだ、うん、沸騰してるから。そう、これみんな待ってるんだよね。あ、なるほどね。ジプニー待ち、暑そう。めちゃくちゃ暑そう。いやめっちゃ飲んでる僕。そう、こう来たことあるんだけど、うん、行き先が書いてあるよね。あ、どこまでって。でそこに来るジプニーに乗るってこと？そう。で、今 SM とか書いてある、はいはい、これはナバンゴンに行くってこと？やばい、じゃない。そう、こんな感じで人数が揃ったら行くみたいな感じだった気がする。え、ちょっと待って、あの人数が揃ったらって何？満員になったらって？だいたい 満席になったら発車する。じゃあ満席にならないまで出発してくれないってこと？じゃない？最悪。でも一番に乗っちゃったらもうずっと待ってないと。最後の人が来るまで待たないといけない。ちなみに何人乗りですか？それはちょっとじゃあちょっと戻りますよ。はい、まあ20人ぐらいいっちゃうかもしれないけど。マジか。うん、そう、すごいね。すごい、後ろにセーフティーファーストって書いてある、うん、全然もうこれがセーフティーじゃないからねおかしいよね。おかしいバスも結構ターミナルみたいな感じの場所で、そう、こういう感じでね乗っていくんですよ。しかも全然奥詰めてくれないから、もうそう指定席とかないから。どういうこと？でも空いてるところに座るってもう手前でもどこでも OK そう、こうやって感じで座るってねこれちょっと待て、タイヤ何このタイヤ？あ、じゃあ足短い子供用にそこに足なるほど違う違うなるほど、よし、ね、知らんちょっと待てって言っちゃったからね。そうなの、言っちゃうのこれ。そこに待つんだよね。少しずつ混んできてね。そう、これで結構危ないから荷物がね取れないように。まあ空いてたからね、現金も持っちゃってるしね。そう、すごい。でもみんなお買い物してるね。まあ、あの SM からだと思うから、はい、そうそう、こうやって呼ぶんだよね。あ、え、何いるよって、うん、行くよ、発車するよって、はいはい、これ以上入れませんね、さらに乗ってくるからね。いやー、これ暑いよね。暑い、クーラーないからね。そうか、で走ってくれた方がね、風が入ってきそうでね。左の人、あ、この人めっちゃうわ、めっちゃ見てる乗って乗って、そりゃそうだよね。そう、発車したね。うわー、ちょっと乗ってみたいかも。じゃ乗りたい。結構でも危ないからね。え、これさ、外に手すりがあるってことはさ、それにここに捕まって乗る？乗ってる、うん。うわー、でこれいつ払うかマジで分かんないんだよね。確かに。そう、え、これえ何が正解？何が正解？多分この後出てくるかもしれないけど、うん、これ日本とかだと電車だと改札行く前に払いますとか、うん、でバスも乗るときにピッて当てる、うん、あるあるある。これまだ払ってないからね。これだから今さ、でもさ、前の人とさ、今運転手なんかやり取りしてなかった？え、してた？違う？なんか初めてのお使いみたいだよねスタッフ。でんてれ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 ん。我々親心で見てるから一人大丈夫かなって。ほら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 、え、見た？でこの右側、画面の右側、ほらほらほら、やってるやん、やってるやってる。だからあの前の方に座ったらもう先に渡せるもんね。楽かもね、うん、話せるから。でもこれ取られるんじゃないかって最初乗った時不安になる、うん、けどみんな意外と優しい。え、でもだから不安だったら前の方に座って自分で渡した方がいいね。確かに。これいくらなんだろうね。確かに。そうそう、いやこれマジで不安、いつ降りるかも、お金合ってるかも、足りなかったのかも分かんない。え、だしこれは、乗り場ともう何最終地点しかないんですか？降りるところは他にもあるの？ありそうよね。え、じゃあ降りますっていう時はどうするの？いや、それがこれから来るんじゃないですか。あ、はい、ありがとうございます。いや、だって不安だよ、見てるみんなも絶対不安だよ。わかんないもん。あ、そう、あ、降りる時ね、あるのね。ちょっと待って待って、腕痛くない？そっちじゃない、注目すんだ。あの降りるのはカンカンって、コイン
インで鳴らすの。何それ、でもめっちゃ人喋ってたら聞こえないんじゃない。聞こえないから重みこうガンガンって、そしたらあって降りるみたいだよみたいな合図ね、多分送って、うわー、で降りるときはみんなこう譲り合いながら降りピョンと降りるってね。いやーこれ確かにね、これ知らないと怖いよ。そう、うん、でやっぱり危ないよね、多分スマホとかで撮ってたらカバンも持っていかれるし、確かに本当に何も出さない方がいいね。出さない方がいいし、もうこのジプリの中の人は危ない可能性あるから、やっぱり全部基本的に前に、ね、なるほど、持ってよくていいかなって。なるほどね、だから買い物したらそれをなるべく自分の前に、うん、なるほど。あとこれバス停とかジプニー停みたいないからね、だからもうそうなんだ、降りますみたいな。え、じゃあどこでも降りれるってこと。まあ降りようとも降りれるんじゃないかな。だからその何、そう終点のところまでのどこかだったら多分どこでも降りれる、カンカンカンってやれば降りれる。そう、あ、それはでもいいね、うん、それバスじゃありえないじゃん、日本じゃありえない、ね、ありえない、運転手故障する、それいいな。そうっていうシステムが、まあいいかどうかねちょっとあれですけど、うん、でも使いこなせばめちゃくちゃ良さそう。良さそう、安いしね。うん、うん、何これスタッフはどこに向かってたの。スタッフは多分コインランドリーにね、コインランドリーに向かってるみたい。なるほどね、何これ、あ、道路渡る、ね、そうだね、やっぱローカルなところで降りると、まあ、こんな感じ。怖そう、確かに危ないね。うわ、どこに行くのこれ、危ないやんマジでローカルのコインランドリー行ったんだね。で、これ夜だったらもうやばいね。え、だってさ、これ見てるとさ、街灯もあんまりないよね。ない、ふわふわって、ふわーって、ふわって初めて聞いた、その時どこコインランドリー。ない、何回そこははい、はい、いやめちゃくちゃ面白かったんですけど。面白かったねジプニー一回乗るとなんかすげえ俺現地人みたいな感じの味わい。あ、確かに、いやそれいいかも、日本では味わえない、ね、このスリルじゃないけど、うん、でもこれに慣れていけばさ分かってる人みたいだし、だしお得だし、確かに確かに。ただね、そおすすめしませんってやっぱり危ないよね、うん、危ない危ない、それは間違いない。だから語学学校基本的におすすめしてない理由分かったよね。うん、ローカルの人しかいないし、ね、やっぱりグラブ、うん、タクシーが圧倒的にやっぱね安心だし楽だし、おすすめかなって。だって語学学校さんがみんな口を揃えて NG にしてるのって、まあ、何か理由が絶対あるもんね、うんうん、からやらない方がいいってことですよね、うん、この前ニュース見たら、うん、なんかジプニーの関連で強盗がそんな起きてたのだから、うん、やっぱ危ないなって。そうですね、うん、盛り上げちゃいましたけ けど、はい、乗ってはいけません、乗ってはいけませんけど、まあ、特別に、ね、今回公開したので、うん、フィリピンってこういうとこかなみたいなのを確かに学ぶのには、うん、確かにちょっと自分が乗ったような疑似体験ができるじゃないですか、うん、なので、あ、ジプニー乗れないけどな、でも乗ってみたいなって思った方この動画たくさん見てください。見てください、スタッフの視点に立って、はい、ちょっと乗った気分でも味わってみてください。はい、でこれですかね、はい、なのでまあこういうような形でフィリピンの現地の情報とかもどんどん発信していくので、他の動画もぜひチェックしてみていただけたらと思います、はい、あとチャンネル登録高評価、あとコメント、うん、ジプリ乗ったことあるよとか、あ、やっぱり怖いとかね、そうもらえると僕らも、ね、励みになるので、ぜひお待ちしております。お待ちしております、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。